今回ね、ちょっとね、探索して、もうケバインクほとんど消し去りました。ちょっと風船取り出るの気になるけど、ケバインクすべてね、消し飛んだんで、あとはね、夜間ね、見てみたんですけど、ここ以外ないんだよね。だから、次のね、サイト4へ行くための、ケバインクも、しっかりと。見えづらいな、このバナ。邪魔くさいな、このバナ。とりあえず、サイト4に行けるように、解放しておきました。さあ、やっていきましょう。的をすべて壊しましょうか。的でしょ？パブロがおすすめなんだ。どうしようかな。バケットスロッシャー。俺あんま上手くないから、パブロにするのもありだけど、一回バリアブルローラーで試していい？これね、ちょっとね、一番難易度高いやつだと思うけど、やっていきたいと思います。さあ、行きましょうか。的をすべて壊しましょう。70個って書いてあるね、左上に。だから70個は的を壊せばいいんだけど、怖いな、これ何？何あれ？何怖い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 。何怖い。何センサーに反応ある。コンベア。待て。そういうことになる？あ、待て。これむずいかもしんない。ね、これ、みんな、これ。これちょっとむずいかもしれないぞ。ちょっと待ってね、これ一回インク回復して、まだいけるね、まだいけるね。はい、待って、いけないよね、分かってるよ。横で壊した。ダメなんやん。先塗っといたらちょっといいんじゃないかなって俺思ったんだけど、ダメかな。そういう感じでスタートすんのね。まあ分かりました。じゃあもう頑張ります。とりあえずやっていきまして、はい、あ、いいよ。だからこれ横振りの方がね、あれなんですよね、あれです皆さん。横振りの方があれです。インク消費量が少なくて済むので、こんな取ってる余裕ある俺。多分ないと思うよ、こんなね、多分ね、取ってる余裕ね、正直ないと思う。待って、これ逃しちゃダメなの、これ逃しちゃダメ、逃しちゃダメなの。はい、残り3つ、いけるかなー。いや、これきついな、きついよ、きついな、きつい、きつい、きつい。待って、むずいぞ、これ。普通にむずいぞ、これ。やられちゃうかもしんない。みんなごめん、やられちゃうかもしんない、俺。よし、じゃあ行きます。はい。行きます。ちょ、真剣にやるわ、俺。真剣に。待って、怖い。怖い。待って、怖い。普通に怖い。待て、インク回復して、しっかりインク回復して、インク回復をしっかりしまして、やっていきまして。いや、インク消費量がやばいな。インク消費量がやばいですね。もうね、これ、いくらちょっと取んないわ。これ、ちょっと余裕ない。余裕ないことに気づき始めた昨夜です。待って。んで、こっち、インク回復。よし。待ってね、これがね、マジでやばい、これがマジでやばい。待って、あー、よかった、よかった。怖かった。今怖い、むずむず、いや純粋にむず。楽しかった。何今のヒヤヒヤ。ねえ、何今のヒヤヒヤ。めっちゃすごくヒヤヒヤした。おもろかったな、今の。動画的にもすげえナイスベリーグッジョブだったね。何言ってんの俺。もうとりあえず。うわぁ、面白かったな、今の。あの難易度好きだわ。あの難易度なんかブーってきちゃったし。なぁ、今の難易度時期あったな。とりあえずね、装備、強化しましょうか。入り子1個で済むから、これちょっと解放してあげるのもありだよね。あれ？
あれできない。あ、そうか、ここ解放しないといけないのか。じゃあこれとかもカーリングボム追加、いいね。カーリングボム追加しといて、これもパワーアップしとくか。カーリングボムのインク消費量、よし。じゃあサイト4に行きましょうか。来ました、行こう。サイト4、あ、くるくる入ってって、いや、あっという間だったね。ステージもね、もうちょっとなので、もしかしたら最終局面に近づいてってきてるかもしんないね。今なんて言った俺、てって言ったよね。埋め立てドリームランドということでやっていきましょうか。ステージ数はね、意外とそんな多くないんだよね。だんだん少なくなって、なんか散らかってる感じやね、確かに。あー、ボスいる、ボスいる。じいちゃんかな、サンゴ行ってみよう。いや多分ね、じいちゃんはね最後の局面にいますね。もう大体そうなのよ。何これ、よし、行きまして、あ、インクレールあるね。インクレール、インクレール、意味あった意味あったのかよくわかりませんけど、とりあえずこの辺とかもしっかりやってきまして、でこっち側は、あー、なるほどね、こんな感じになってんのか。ステージ数もそんな多くはなさそうだよね、狭いしね、マップ。よし、とりあえずここ行きましょう。ようこそ世界が愛したベイエリアで、ベイエリアって何ベイエリアって何。さあ来ました、どれやっていこうかな。おすすめソイチューバーがある。ソイチューバー、ユーチューバーならソイチューバー使うでしょうとか言って使ってそうだから、俺はノーチラスにするのもありでもさ、シューターも使ってないから、これ使おうか、シューターせっかくだからね。せっかくね、シューターね、あれなので。え、目の前にゴールあるけど、プロペラウィフトを使ってゴールしましょう。あー、これを使ってゴールまで行きましょうって感じか。ちょっと足場をね、塗っときたいんですよね、俺は。足場がないとね、戦ができぬみたいな、あるじゃん、そういうことわざ。足場がないと戦ができぬみたいな。戦ができぬ、まあいいや、とりあえずやっていきまして、韓国語みたいになりまして、で、やります。やっぱね、シューターはめちゃめちゃ使いやすいね。俺さ、ずっとさ、あー使ってなかったけど、下行ける？あ、すごい、失敗してよかったと今思ったけど、どうやって帰るのこれ。え？ん？あー、これね。あ、びっくりした。帰り方がわかんなかった。で、ここ乗りまして、行きます。さあ、後ろとかもないね、特に。あ、セーブポイントありがとう。で、このまま進みまして、スイートね。今頃？今頃スイートねって言われて、ああー嘘じゃあスイート行きたいと思います。スイートね。あ、また同じこと言ってる。スイートね。じゃあスイート行きまして、はい、やりまして、スイートやっていきましょう。スイート。スイート。スイートやっていきましょう。スイート。はい、こんな感じでスイートやっていきまして、スイートやっていきます。なんで逆行ってんの？で、このまま行きます。さあ、チェックポイント行きまして、この先どうなってんだろう？確かに怖いよね。あー、そんな感じなんだ。新しいね。新しい感じで、で、小邪気をしっかり使いまして、後ろからやります。うまいナイスナイス、確かに今のナイスだったと思うわ。で、このまま行きます。下とかもありそうだしね。下へ参りまーす。って。はい。で、これも倒して、なんかイントネーションが今日おかしいんだけど、誰のせい？俺のせいじゃないよね。視聴者さんのせいにしとこう。とりあえず、こんな感じで行きまして、よし、ここ登りまーす。で、風船破壊して、なんかすごい、なんか純粋にいいステージって感じするな。目の前にゴールあるのも面白いね。何あれ？センサーがある。センサーあるけど。ん？センサーあるけどな。どういうことだ？え、普通にこれでいけるくね？タコマンダーってやつが気をつけないといけないのか。タコマンダーってどれ？タコマンダーってどれですか？あれか、あれか、あれか、あれね、あれね。わかりました。タコマンダーはあれね。あはー、違う！さあ、ここまで来まして、タコマンダーってあれだよね。これの土台を下ろします。やります。よし、オッケー。で、上上がりまして、あ、ゴールね。もうすぐそこゴールだったね。オッケー、来ました。いや、ちょっと危なかったね。思った以上にちょっと危なかったかもしんないけど。さあ、クリアしまして、あと1ステージか2ステージぐらいいける。あ、1号ちゃん、何本もらえてたんだ、これ。あ、100個もらえてんだ。俺の綾瀬さんより優秀じゃん。俺の綾瀬さん25個だもん。
で、ああ、これいけるって感じでね。まあでも、夜間、結構あるな、このステージ夜間。ほら、あっこにもあるし、あっこにもあるし、結構あるね。ボス行きたいなぁ。ボス行きたいなぁ。まあ、とりあえずここ行きましょうか。木を見るに美。なんか美とか多いよね。美を追求してるんだろうけど、近くにこの汚いケバインクがあるせいで、美が、微妙な美に見えてしまう。いや、おもんな。さあ、どれにしようかな。プライムシューター。スクイックリンがおすすめ。え、おすすめなのにクリア報酬が2000なんだ。おすすめ選ばないっちゅうの俺は。どうしたらいいのこれ。だってさ、おすすめの方が、クリア報酬が上なんでしょ？まあ、ほんじゃそうするか。でも、2000だからかなり難しいかもしんない、これ。で、挑戦数も40いるから、結構むずいんじゃない？これ、窓を当ててゴールしましょう。わかりました。はい。何？ああ、そういうことか。×の的を打つと、多分ね、俺やられちゃう。ウィーン、プチュプチュプチュとか言って、多分死んじゃうから。そこは気をつけないといけないね。はい。ああ、全然余裕ですね。あ、チャージャーだから、あれか、シューターより。危ない！ ちょっと危なかったな、今。なるほどね。確かにシューターだと逆にやりづらいかもしんないな、あれ。ああ、確かにこの感じだとシューターの方がやりづらいかもしんないな。これ難しくなりそうだな。これ難しいね、多分。あ、でも結構近くなってきたよ。だから、今のところまあって感じですけど。はい。あー、回転式ね。回転式ね。まあ、これも大丈夫っすよ、正直。俺。真ん中は動かない。なに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 、そんなのあるの？え、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。集中してやるから。危ない、怖い。ちょっと待ってね。インク回復して。待って、危ない。ああ、よかった。 まさかの時間制限。それはちょっと聞いてなかったの、俺。さあ、行きましょう。ああ、来た。え、待って。むずい、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 むずいよ、それは。あと1個、あと1個、あと、あと1個。あ、いけた、よかった。 あと1個が怖かった。 お見事、そうだったね、お見事だったね。怖かった。 さあ、クリアしまして、あと1戦ぐらいいけそうだね。やっていこうか。横にね、これがあるんで、破壊しましょう。続いては、見つけた駅直径だよ、未来の機関局。さあ、やっていきま、ちょっと待って、喉がやばい。ちょっと待って、喉が、ちょっと待ってね。さあ、おすすめはね、ラビットブラスターなんで、ほんじゃおすすめじゃないハイドラントでいきまーす。え、なにこれ？え、綺麗な色してる。え、めっちゃ綺麗な色してるよ、これ。かわいい。え、この色好きだわ、俺。え、こんな色あるんだ、スプラトゥーンに。見たことないな。え、かわいい色してる。いいな、この色。かわいい。めっちゃいい色してる。あ、これ、いけるのね。はい。こんな感じで進んでいきまして。ちょっと待って、喉が。ちょっと待って、ね。よし、やっていこうか。これ、的を逃したら確かダメなんだよね。じゃあ、的逃したらダメなんだよ。そうか、的、こういうスライド式の的っていうのは、ちょっと難しいんだよね。そのスピナーだと。横に。え、待って。危なかった。危なかったね、今。これ、ボムとか、あ、ダメか。ボムもダメか、あれ。なるほどね。で、貯めときます。はい。で、ここ。あ、全然余裕じゃない？全然余裕よ、今のところ。はい。いいよ。で、進んでいきまして。いい感じよね。全然いい感じだけど。もうもっと難しいのでも大丈夫よ。1号じゃん。1号じゃん。まだ全然大丈夫っすよ、咲夜さんは。咲夜さんも全然大丈夫っすよ、まだまだ。まだまだ、危なかった。 まだまだいきますよ。まだまだ。まだまだ難しいのもいきます。
で、これいくら取ってる余裕あるから、いくら取ってる余裕があるの、ほらいくら取ってる余裕あるぐらい余裕なので、まだまだ大丈夫です。で、先に貯めとく。あぶれ、もう一回やるよ。危ない、危ない、ちょっと待って、視点がおかしい。危なかったよ、危なかった。なんでバスが浮いてんの。待って、よし、いやこれはね、今のスピーナー強かったわ。で、このまま、え、なに、なにこれ、なにこれ、え、なにこれ、あ、大丈夫、クライマックスのか。めっちゃ集中しちゃうんだけど。でもさ、この辺の難易度になるとマジで難しいんだよな、本当に難しくて。大丈夫、あ、クリアできたんじゃない、よし、よかったー。意外と前にやったさ、こういう同じようなやつがあったと思うんだけど、それよりマシだね、全然。よかった、普通に。かっこいいけど、服装いつまでそれなの。はい、クリアできました。よかった。ねえ、いくらもいっぱい集まってきたね。まあ、すぐに全部使うけど。って感じで、とりあえずね、20分ぐらい来たんで終わろうと思います。次回、どっか行きます。はい。お疲れ様でした。バイバーイ。